今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。そう、今日はこんな声なんですけれども、すみません。とつもみぐみさんでは花紙を使ってペットボトルロケットを作っていきました。で、花紙をこう丸めてペットボトルの中に書いて詰める活動をしていたんですけれども、つぼみぐみさん初めて花紙を使うので、こう独り占めしたくなっちゃったり、あとはこうくしゃくしゃなってまとめてくしゃくしゃしちゃうお友達もいるかなってちょっと不安だったんですけれども、きちんと私のお話を聞いてくれて、こう何色がいいって言ったらオレンジピンクって言って、こうきちんと1枚ずつ丸めて上手にこう入れる姿が見られました。最後まで集中して取り組む姿が見られてとても嬉しくなりました。で、その後はお部屋の方でとシール遊び と花紙もっとやりたいっていうお友達がいたので、こう花紙を使ってケーキ屋さんをやっていきました。で、シールもこう上手に集中して貼る姿が見られたり、とケーキ屋さんでもこうチョコレートケーキ作ったのって食べさせてくれたりと、お部屋でも楽しく過ごすことができました。で、今日はお部屋での活動だったんですけれども、子供たちと楽しく過ごせてよかったです。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。